昔々のお話です。あるところにおじいさんとおばあさんがおりました。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に。鬼を退治した桃太郎はいつまでも幸せに暮らしましたとさ。続く。ピーチボーイリバーサイド。